活性状態にある SCP-121-1。アイテム番号、SCP-121。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル、収容サイト、83が、SCP-121 収容に従事する職員を駐在させるため SCP-121 外縁に設立されました。SCP-121 の防衛線には周辺地域からフェンスで隔てておき、防衛線沿いに警備員が常駐するようにしてください。警備員は常時地方軍の制服を着用し重武装していてください。警備員の交代は4時間ごとにしてください。SCP-121 には有害物質が残留しているので隔離していると周辺住民には知らせておいてください。通行人を引き返させるために、SCP-121 に至る道には、SCP-121 から75万5025km の地点に警告標識を立ててください。SCP-121 の防衛線に近づく市民がいた場合は、そこが隔離されている場所であると注意し、強制的に退去させてください。抵抗した者は尋問のため留置してください。接近した市民が活性化した SCP-121-1 あるいは、2を目撃した場合は、クラス A 記憶消去処置を施してください。SCP-121 の特異作用に関する気象学的データはどれも検閲するものとし、また、SCP-121 は SCP-121-1-2 について知られるのを防ぐために飛行禁止区域に指定されています。サイト機動部隊オタ、71、家壊し。ホームレッカース1は SCP-121-2 の脅威に応じて結成されたものであり、収容サイト83に永続的に割り当てられています。彼らは SCP-121-2 のうち非敵対的なものについての調査を希望する研究員の護衛、そして危険なまでのサイズに成長した全ての実体の無力化を行う任務についています。収容審判がなされようとした際には、イオタ、71は SCP-121-2 の無力化において防衛線の警備員を援護するものとします。SCP-121-1 へと発達した SCP-121 内の建物はどれも、SCP-121-2 に移行しないか常時記録し監視します。移行に際し衝突的に敵対的となった SCP-121-2 は無力化してください。受動的なものについては SCP-121 防衛線内に研究目的で留まらせ続けても構いませんが、それは収容するには危険なサイズまで成長するか敵対的になるかするまでのことで、そうなった時点で無力化してください。説明。SCP-121 は元はコロラド州町が占めていた地域です。町は現在の収容プロトコルが施行される前には人口およそ6800人であって、住宅と商業施設を合わせておよそ3000軒の建物があります。SCP-121 上空では雲は直径 12km の範囲にわたり侵入できないようであり、その代わりにその範囲を迂回していきます。推察するに、これは SCP-121 の影響範囲と関係しているものと思われますが、それがどのようであるかは今のところ未詳です。SCP-121 内の建物は散発的に基礎を離れ空気流へと上昇します。この時点で、それらの建物は SCP-121-1 と識別されます。SCP-121-1 となったものは45メートル以上のまちまちな高さまで上昇します。建物の以前の状態とは無関係に、ドアと窓には鍵がかかり、入れそうな箇所にはどれも内側に家具でバリケードが作られます。潜入を強行したところ、周囲の気温がおよそ35度 C まで、相対湿度はおよそ 65% まで上昇しましたが、それ以上特異な性質は見られませんでした。SCP-121-1 は短くて10週間で滞留を終えますが、15週間までなら浮揚したままでいることもあります。これらが異常な水準の頑丈さを示すことはなく、地面との衝突に際し SCP-121-1 がほぼ全壊するのもよくあることです。衝突の後には SCP-121-1 の残骸の中にはおよそ 1.2m×1.2m×2m の卵型物体が見られますが、これはその家の中にあった家具のものと一致する素材からできています。3個の物体は自発的に動き回り始めることでしょう。そうなったものを SCP-121-2 と称します。成長した SCP-121-2。SCP-121-2 は近傍の材料とともに周回を形成し始めますが、それに使われるのは SCP-121-1 から出た瓦礫、植物群、自動車。
稀に、他の建物などといったものです。SCP-121 には高さ9メートルの材料集合体を形成するまで物体を引き寄せ続け、そうなった時点で活力を帯びて一定水準の知覚能力を見せることでしょう。SCP-121 にはこの時点で、他の素材を食事する真似を始めることがありますが、これははっきりと遅くなった割合での成長を継続するための行為です。材料を手に入れられないままでいる時間が長引いた実体たちは息絶えてしまったため、食事は成長の継続を唯一の目的とするものと見受けられます。ある種の物品は瞬時に SCP-121-2 に吸着してしまうことが知られており、これは物品のサイズに関わらず。そして SCP-121-2 が食事の真似をすることがなくても起こります。SCP-121-2 は通常は地上を動き巡れる動物に似た姿になりますが、人型の形態や、基地のどの動物にも似ていない形態を取ることも知られています。それらは大体は従順であり、通常、怒らせない限りは職員に敵意を見せることもありません。しかし、SCP-121-2 の中には生まれつき攻撃的で縄張りを張る者が存在することも知られています。この振る舞いは続けてある種の物品を蓄える方向に発達するところが観察されていますが、その物品としては銃器、刃のついた武器などが挙げられ、熊の頭部の剥製も一例ありました。SCP-121 が財団の注目下に入ったのは、当時廃屋であった住宅が突然、空を飛んだ、という報告が地元機関に殺到した際のことでした。有害物質が流出したという名目で住民を疎開させ、その住宅を観察しました。その SCP-121-1 が SCP-121-2 に移行したところを速やかに無力化しました。無力化に続いて別の SCP-121-1 が発生し4この町は永久に無人化され収容されました。事件 121-A。98年11月4日に、くぐもったサイレンのような音がおよそ5分間にわたり聞こえました。その音に続いて活性状態にあったとある SCP-121-1 が突然莫大な力を受け、その建物はまだ最低限度の10週間滞留していないにもかかわらず時期尚早にバラバラに壊れました。近隣の町でもその音は聞こえたとの報告がありました。地元報道機関には汚染レベルが一時的に上昇したので隔離スタッフが疎開したとの情報を流しました。音の原因は今のところ不明です。さらなる調査をするよう勧告されています。音が発せられ SCP-121-1 の破壊が起きた3週間後、残骸はついに地面に落ちました。瓦礫の中には SCP-121-2 とわかる卵型物体の名残が、アルミニウム残滓の痕跡とともにありました。事件 121-B。12年5月9日に、1991年生ダッチ、キャラバン、ドッチカラバン、が上空53メートルに浮遊しているのが見つかりました。現時点では窓に羊毛製衣料と思われるもので目隠しがされているため内部見分はできません。この自動車をさらに観察するよう勧告されています。